新型コロナの影響で2年続けてオンラインのみでの開催となっていたよさこいソーラン祭り、組織委員会は今年3年ぶりに大通公園などを会場に観客を入れて開催すると発表しました。日程は6月8日から12日までの5日間で、道内外から200チームほどが出場する予定です。新型コロナへの感染対策として踊り手は演舞中もマスクの着用が義務付けられ、大通りの会場では観客席以外からの見物ができないように会場の周りには目隠しが設置されます。